ソフトウェアのビルドはプログラミング言語で書かれたソースコードファイルや各種リソースファイルを独立したソフトウェア生成物に変換するコンピュータ上で実行されるプロセスまたはその結果を指す。ビルドの最終生成物はバイナリ形式の実行ファイルであったり再利用可能なライブラリーであったりバイトコードあるいはそれらをまとめたアーカイブであったりすることもある。 ビルドにはいくつかのステップがあり、その内容はプログラミング言語やビルドツール、開発環境や実行環境によっても異なる。例えば C 言語あるいは C の場合、ソースファイルをコンパイラによってオブジェクトファイルに翻訳した後、リン化によってオブジェクトコードを結合し実行ファイルを生成する。プログラムから実行時に参照される隠しアイコン画像やローカライズされた。 文字列などを実行ファイル内にリソースとして含めることもありビルドプロセスでリソースのコンパイルとリンクを実行する単純なプログラムでは単一のソースファイルをコンパイルするだけで済むが複雑なソフトウェアでは通例メンテナンス性向上の観点からソースコードはモジュールごとに分類分割された多数のファイルによって構成されており各ファイルを個別にコンパイルした後でリンク時に 実体の依存関係を解決する。C、C のような原始的なプログラミング言語では、ヘッダーファイルを利用して、ユーザー定義型や定数、及び関数などの定義、または、宣言を共有することが多い。ヘッダーファイルのインクルードにより、ファイル間の依存関係が発生する。コンピュータープログラムのビルドは、一般にビルドツールと呼ばれるプログラムを使い、他のプログラムを制御。 統合して行う。ビルドツールの例としては、メイク、アント、メイブン、スコンズ、ムズビルド、r レイデルなどがある。統合開発環境には通例何らかのビルドツールが内蔵されており、直感的かつシームレスにプログラミングとビルド作業のサイクルを行えるようになっている。ビルドユーティリティは各種ファイル群を正しい順序でコンパイルしリンクする必要がある。また、 開発時には何度もビルドを繰り返すが、前回のビルドから何も変更されていないファイルは、コンパイルする必要がない。洗練されたビルドユーティリティは無駄な再コンパイルをしないようにして、ビルドに要する時間を短縮している。サブバージョンなどのバージョン管理システムは、ビルドユーティリティの機能を内蔵している。さらに複雑なプロセスになると、ビルド中に他のプログラムを使って、 コードやデータを生成することもある。ビルドの自動化とは以下のような開発作業をスクリプト化または自動化することを指す。ビルドを自動化する利点は次の通り。ビルドツールはユーザーが手動で起動することもできるが、時間を決めて毎日実行する場合、バージョン管理システムがソースファイルの変更がコミットされるたびに自動的に実行する場合などもある。 実行ファイル形式のプログラムを成果物とする方式のソフトウェア開発では、まずソースファイルをコンパイルして、オブジェクトファイルに変換した後、そのオブジェクトファイルをリンクし、コンピュータが直接実行できるバイナリ形式のファイルを生成する作業が必要となる。ソースファイルが一つしかないならば、それらの作業をコマンドラインから実行するのも簡単だが、 ソースファイルが多数存在するプロジェクトでは、正しい順序とオプションで手作業するのは至難の号である。この問題を解決する手段として、メイクのようなスクリプト言語が登場した。それにより、コンパイルやリンクを正しい順序で行うスクリプトを書くことができる。GNU メイクではさらに、ソースコードの依存関係を管理でき、変更された部分だけをコンパイルする。 インクリメンタルビルドが可能になった。これがビルドの自動化の始まりである。その第一の目的はコンパイラやリンカの呼び出しを自動化することだった。ビルドプロセスが複雑化するに従いコンパイラ呼び出しの前後に様々な作業を追加するようになった。さらにビルドツールは進化しスクリプト自体を生成するものが登場した。これらのツールは 頻繁にビルドを行う継続的インテグレーションで特に便利である。また、複数のターゲットプラットフォームや異なる開発環境に応じたビルドスクリプトを必要に応じて自動生成するのにも役立つ。高度なビルドツールは分散ビルドや分散処理が可能である。分散ビルドとは実際のコンパイルやリンクをそれぞれ別々のマシン上で行い、ビルドを高速化する手法である。 一方、分散処理とは例えば、テスト用スクリプトを複数のマシンに配置し、新たな実行ファイルのテストを分散環境で自動的に行うことなどを指す。分散ビルドを行うには、ソースコードの依存関係を自動的に把握することが必須である。一部のビルドツールは依存関係を自動的に発見でき、別のビルドツールではユーザーが定義した依存関係のみを扱う。 ソースコードの依存関係を把握できるビルドツールはコンパイルおよびリンクを平行モードで実行するよう設定できる。すなわちコンパイラやリンクを複数コアのマシン上でマルチスレッドモードで実行することができる。すべてのビルドツールが分散ビルドを実施できるわけではない。分散ビルドの例としてゾアリックスのインクレでビルドがある。複数のソースファイルからなるソフトウェアの 開発プロセスにおいてソースファイルにちょっとした変更を加えただけで毎回全てのソースファイルを無条件にコンパイルし直すのは効率が悪い。自動化されたビルドシステムではタイムスタンプなどを利用して変更のあったファイルのみを検出しそのファイル自身とそれに依存する関連ファイルのみをコンパイルし直してリンクするインクリメンタルビルドをサポートしている。これにより コード編集、ビルド、実行、テストの開発サイクルを高速化することができる。さらに、変更のあったモジュールのみをリンクし直す、インクリメンタルリンクをサポートする、処理系も存在する。実行時に、個別のライブラリーモジュールをロードして結合する動的、リンクライブラリー方式の場合、リンク処理は、シンボル情報のみが書かれた、インポートライブラリーを実行ファイルに、 リンクするだけなので高速だが、ビルド時に全てのモジュールを結合して一つのファイルを生成する、性的、リンクライブラリー方式の場合、リンク処理には時間がかかるため、インクリメンタルリンクが特に効果を発揮する。ビルドシステムではなく、コンパイラモジュール自身が、インクリメンタルコンパイルをサポートしている言語もある。例えばラストのコンパイラは、バージョン1.24以降で、 インクリメンタルコンパイルをサポートする。ラストコンパイラは最初のステップとして抽象項分岐を構築し、次に AST を解析することで型情報及び個々の関数に関する注意の中間表現を生成する。その後、エラーが見つからなければソースレベルのモジュールごとにオブジェクトファイルを生成しながらミアーから機械語コードに変換される。 これらの型情報やミアー、およびオブジェクトファイルの要素を中間結果とみなし、ディスクにキャッシュとして保存しておき、2回目以降のコンパイルではキャッシュからロードする。また依存関係グラフをもとに変更のあった要素だけを更新する。ただしラストのインクリメンタルコンパイルは2回目以降のビルドサイクルを高速化させるものの、最終的に生成される。 バイナリの実行速度を若干低下させるデメリットがあるためリリースビルドでは有効化されない。g 言語のコマンドラインツールはソースファイルのコンパイルとパッケージのビルドをそれぞれ別々にサポートするが Go 1.10以降の Go ビルドコマンドは純粋にソースファイルの内容、ビルドフラグ及びコンパイル済みパッケージ内に保存されているメタデータに基づいて無効になったパッケージを検出して インクリメンタルビルドするようになり、ファイルの更新に知事は無関係となった。ビルド自動化の一形態として、メイクファイルの自動生成がある。例えば、次のようなツールがメイクファイルを自動生成する。ありがとうございます。